ておりました。なんだお前はもう、結構いるね。いや、今日はママさんが早なんで、病院も8時なんで、ちょっともう4時に起きました。ちょうど4時です。ちゃんもいたね。おはよう。探検してた？いいよ。さあ、ゆっくり準備します。はいはい、帰っといて。いいのかな？お母さん、ちょっと後ろ見て。ちょっと、あ、いや、ダメだ。ああ。が昨日夕方逃げて、で泣いてないのでまた逃げたかと思って見に行って、さっき入った時、きちんとこの丸にスルッと逃げられちゃいました。掴んだんですけど、ちょっと懐中電灯もあってちょっと大変困っちゃってます。ちょっと朝ごはん来て、多分まずは藪の中にちょっと潜んでると思うんですけど、もう周りの藪に入っちゃうと探しようがないので困っちゃってますね。やっぱうちで育った子でないとちょっと扱いが難しいですね。ちょっと一抹の不安はあったんですけど、申し訳ないことしちゃったなと思います。想定内だったからな。よいしょ、ここに行く、箱根行って、小次郎も行って、小次郎も、キキはいい、キキは寝てる、いいよ寝てて、ジャモもいい、寝てる、よし、OK、よいしょ。よいしょ。はい、おはようございます。今お話しした通り、ちょっとかなりどんよりしてますが、まあ猫たちに伝染しないようにはしなくちゃいけないので、はい、ゆきちは、引きこもってるというかですね、いつもの場所にいます。まだ、ちょうど5時なんで、またちょっと、8時ぐらいになったら朝ちょっとライン入れたいと思います。本当申し訳ないことしちゃったなと思ってますね。まあ、家にはこれはもう戻らないので、生きる
まあ家の周囲をもちろん探しますけど、調理の傷は、治ってきました。どっかにぶつけたり引っかかったんだと思うんですけど、耳のところも首のところも治ってます。結構ちょっと速攻とか入るので、綺麗になってますね。もうほとんど抗生剤塗ってというか飲んでですね、対応してました。はい、どうぞ。食べないね。店長どうしようか。店長やっぱおしっこ出なくて薬を昨日から飲んでるんですけど。はい、タロサ組行きます。よいしょよいしょ。食べる？これ食べる？私ね、コリコリ食べるんだよね、すごい。はい、はい、ご飯です。ボンボンも入ってないね、そういうね、もんちゃんはね。はい、どうぞ、食べてください。はい、出てる。はい、はい、めへん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 。はい、段差ね、段差怖いよね、段差怖いよね。なんで五郎さんがそこにいるわけ。五郎さん子猫じゃないですよ。よしよし。ちょっとし白田くんをどけて。はい、おいで。あたちおいで。はい、違う違う、ランちゃんじゃないって。ランちゃんこっちで食べればいいじゃん、ランちゃん。はいはい。調子がいまいちで、ちょっと我が家パニックやな。ココ？ああ、ココは食べ始めた。はい、なんか上の方でおかしなことやってるんで、コメント引きを先にやっちゃいます。あとなんちゃう。こうやったね、久しぶりだね。寝る時も一緒に、ね、くっついた頭くっつけて寝て、やっぱり仲良しですね、二世姉妹だけど。よかった、よかった、よかったっていうか、今日は久しぶりに。あ、やっぱこれ、やっぱりよく食べるな。まあ食欲ね、ちょっと戻ってきて、よかったです、キキが。はい、おかえりタイムです。で、マルちゃんはちょっと変なところにいるんで、なんですけど。はい、あ、マジは食べんのとこだ。あ、珍しい。よいしょ。小次郎くんあぶれますね、これは間違いなく。はい、どうぞ。多め痛いよ。痛いから、痛いから早く。はい。はい。全体的に今日人数少ないですよね。なんかバランバランバランバラ出てっちゃったもんだからですね。
ここで食べれば、ここで食べるか。あ、こっちもいいですよ、こっちも。お母さん、お母さん、お母さん、あ、おか、やられた。電子レンジが壊れる。でもここに五匹並んでもいいことはいいんだけど、並んでるのが五匹初めてのケースだよ。お父さんは非常にがっくりきて、なんかお腹に朝から非常にちょっと困っちゃったな。はい、先食い五郎さんです。いとこさん、いとこさんね、ゆうちゃん来たね。はい、ゆうちゃん、ゆうちゃん、よいしょよいしょよいしょ、はい、さんさん、よいしょ、はい、ととちゃん、はい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 、こうなっちゃう。ゆうちゃん、ゆうちゃんね、ごめんね、まるちゃんどっか行っちゃったんだよ、出て行っちゃったんだよ。はい、はい、好きな魔女ご飯食べて、ね、魔女ご飯食べるよね。そうそう、食べてよ、食べて、おいしいな、おいしいじゃないか、これおいしいよ。うん、はい、ほんとで、はい、いらっしゃいと、おかえりだ。あ、エロモンも行っといで、はい、はい、トヨちゃん、まるあるよ。はい、はいはいはい、どうぞ。ちょっと待ってて、ボンボンもあるよ、いっぱい。待ってて、おかわりもいっぱいあるよ。ボンちゃん待ってて、ボンちゃん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 、こっち来て、こっち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 、いっぱいあるよ。はい、ちらさん、ちらさん、起きた早いな。おいでおいでおいで、はいはい、あ、トントン、はい、ちらさん、おいでおいで、ちらさん、おい、ちら、おいで、なんで、なんで、ちら、はい、トントン、なんだよ、え、ちょちょちょ、よいしょ、ちょっと軽いな、お腹。ね、昨日あんま食べてないかもね。ちょっと待ってね。はあ、明るくなってきましたけど、ちょっとこのジャングルのあっちの方に飛び込んで逃げちゃってるので、どう動くか、あるかですね。おそらく、家に、戻ろうとすると思うんですけど、
ちょっと距離が3キロあるので、1キロ、2キロだと帰るんですけど、3キロは、ちょっと、あと、まあ、これからはもうちょっと、まあ、自分のところで、しばらく生活した子たちは預かるということで、まあ、春はやっぱりちょっと預かってなかったんで、家に来たことなかったので、難しかったですね。よいしょと。性格を全然分かってない子は、ちょっとやっぱり難しいですね。あそこ。よっ、こっちよ、こっちよ。はい、ママさん。水泳教室で おばあさんが子供たちを教えるそうで教えません、付き添いです。付き添いですからね。はい、どうぞどうぞ。はい、マルちゃん、はい、マルちゃん散歩行こうか、寒いけど。な一日になりそうだな。同じような柄なジミーズが、ちょっと昨日よりはいいですね。はい、キキですね。うん、キキです。近くにいるんですよ。家帰るかもしれないですね。3キロなんですよね。結構帰ります。3キロぐらいは帰れますかね。それかそこら辺にいるか。いてもうちには多分入ってこないですよね。いや、他の猫が誘っていく可能性ありますよね。どうした？目指してどっかぶつけたかな。ちょっとお目で見せて、お目、うん、どうしようかな。お目、さて、ちょっと一応家のことも片付いたんで、今面白いことやってるんですけど、ちょっと今日は、動画この辺で切り上げて、マルちゃんをちょっと探して来ようかなと思います。まあ、今日寒いんでちょっとまあみんなじっとしてるんで、一応、ゆきちのお店まで行って、道路ずっと見てですね、戻ってきてちょっと家の周りをまたちょっと話そうかなと思います。戻ってきて、
小次郎君の薬をあげて、のところです。またちょっと休憩してから、ずっと行ってみようと思います。ゆいちゃん思います。無事に、戻ってこいつらが連れて帰ってくるか、自分で3キロ帰ってもらえるか、そこが頼みなんですけど、ちょっと大仏堂とか探してみたんですけど、なかなかでした。動画の方もちょっと休もうかなと思ったんですけど、なんとかここまで、しましたんで、あと少しですね。おい、探してきてくれよ。まあまあ近所でいるなら呼んでよ。ねえ、うんちゃん、はい、慣れてない子たちを、出してしまうとなかなかですね、大変です。うちもゆうちゃんとか、出してしまったわけなんで、またちょっと気を引き締めないとなと思います。ゆくちの薬も終わりました。で、これをあげてからまたちょっと、でおやつあげてからですね、またちょっと探しに行ってこようかなと思います。よいしょ。ごめんね、ゆうちゃんね。いや、出ろ。ねえ、また丸探してくるからね。ごめんね。ねえ。いや、出ろって。ねえ、あんたもね、出さないようにしないとね。出るといいけどね。ごめんね。